皆さんどうもこんにちは。今日のお話はスポーツバイクをね始めたい人とかってよくこうロードバイク買おうかな、いやクロスバイク買おうかなみたいな感じでどっちかで迷う人が多いと思うんですよね。初めての1台っていうのはロードバイクかクロスバイクか2つだけしか選択肢はないのかという話をねさせていただきたいと思います。まあ正直ねこの僕の意見って超僕目線ちょっと癖がありますのでまあぜひとも参考にはしてほしいんですけども丸呑みにはせずにね参考に程度にね、していただければなと思います。まずですね僕のチャンネルでもロードバイクとクロスバイクと何が違うのとかこうどっちがいいのみたいな話はもう結構出してて、まあより詳しく知りたい方はそっちを見てください、はい、今回はそんなに詳しく話さないです。一応お話ししますとロードバイクかクロスバイクどっちかで迷ってんだよね、いろいろこうタイヤの太さとかフレームの形ポジション、ねドロップハンドルかフラットバーなのかいろいろあると思いますけども、とりあえずこの2つでどっちかで迷ってるっていうんであれば僕はもうシンプルに1つで、お伝えしてます。通勤にしろ通学にしろまあサイクリングにしろ何でもいいです。週1回以上ライドします、1回のライドで1時間か2時間ぐらい多分走ると思いますっていうんであれば多分ロードの方が絶対いいと思います。軽くて速くて爽快感抜群で今まで乗ってたシティサイクルとは全然違った乗り味で楽しいで将来性がある、いわゆる将来的な、あ飛行機が来ちゃった、将来的にカスタムできる幅っていうのは圧倒的にロードバイクの方が多いと思います。まあ、全員が全員とは言いませんけども圧倒的にその長く乗り続けられるのは多分ロードバイクの方なんじゃないかなというふうに僕は思います。逆にクロスバイクはですね週に1回以上はまあ乗りますと、ただ1回の走る距離っていうのは、まあ、時間で大体30分ぐらい30分以内ですというようであればもうクロスバイクで全然いいと思います、はい、着る服装っていうのはカジュアルな服装、まあ、今日みたいな T シャツのジーパンみたいなそういうのしか私着ませんっていうのであればもうクロスバイクで大丈夫です、はい、今までこうママチャリとか乗ってた人からすると最高のこの街乗り機、まあ、ロードバイクよりも気軽にかつ普段の足としてめちゃくちゃアップグレードしてくれると思います。最高の相棒にはなるとは思います。もうですね本当これぐらいの基準でいいと思います。もう自分どんな風に乗るかな、まあ週末 1,2 回サイクリング行きたいな、まあ、どうせ乗んなら結構長く乗りたいなみたいな、ロードバイクでもクロスバイクでものんびり走ろうと思えば走れますし、ただクロスバイクでじゃあめちゃくちゃヒルクライムしようとか長距離走ろうってなると多分ロードの方が楽に走れますんで、クロスバイクでできることはほぼほぼロードバイクではできるけど、逆にロードバイクでできることを全てクロスバイクでできるかっていうとできなくはないんだけども、パーフェクトにロードバイクと同じように走ることができるかと言われたら多分そうじゃないですね。まあってな感じでもう本当にロードかクロスか選ぶ基準っていうのは僕はもうそれぐらいでいいんじゃないかなと思ってます。ただですね今回はもうロードとクロスの話ではなくてですね、もしもロードかクロスで迷ってるんであればぜひロードかピストで迷った方が僕はいいと思ってます、はい、ピストこそ街乗りには最適な乗り物だと思いますし最良な選択肢だと思ってます、はい、もしもロードかクロスで迷っているんであればロードかクロスかピストで迷ってください、はい、その方が多分幸せになれると思います。これから始めようっていう人はやっぱりピストっていう存在も知らないと思うし、やっぱ分からないから結局選択肢なんとなく聞いたことがあるロードレーサー、ロードバイク、クロスバイクみたいな、その2つしか思い浮かばないと思うけど、実は自転車っていうのはいっぱい種類があるので、いろんな自転車がある中で街乗りとかでもしもそれも検討してるんであれば多分ピストの方が僕は絶対にいいと思っていて、まあ、なんでいいかというと、まずピストの強みとしてですね、ギアがないです。カチカチカチって重くしたり軽くしたりみたいな変速機がないんですよね。基本漕げば回る、それだけですね。極端に言うとめちゃくちゃ安いママチャリってギアがないと思うんですけども、まあそれのめちゃくちゃかっこいい版、それのめちゃくちゃ速い版って思っていただければいいと思います。これが何がいいかというと、まず壊れないです。ギアがあるとどうしても変速がちょっと調子悪くなっちゃったとか、なんかカチカチやってもなんかすごいこう調子悪いっていうのは結構ママチャリとかでもあると思うんだけども、ピストはもうそれはもう一切考えなくていいです。もう絶対壊れないです変速とかそういう概念がないから壊れにくいですね。あとはですね、かっこいいデザインのものがいっぱいあります、はい、正直クロスバイクよりもピストの方がかっこいいフレーム、かわいいフレーム、かっこいいパーツ、イケてるパーツたくさんあります。
僕はそう思いますね。どうせならおしゃれにかっこよく乗りたいって人も、多分ピストの方が、例えばちょっとこうストリートなバイクもいっぱいあるし、黒森のねイケてるフレームもたくさんあるし、もちろん探せばアルミもカーボンも全然あるので、選択肢は多分クロスバイクよりもピストの方が多くていいんじゃないかなと僕は思います。メンテナンスが簡単です。はい、やっぱり初めてのスポーツバイクっていうと、ちょっとこうメンテナンス自分できるかなとか、ちょっといろいろ不安になると思うんですけども、ピストはほぼノーメンテで大丈夫です。はい、僕のピストバイクはもうまあ僕がガサツってのもあるんですけども、ほぼメンテしてないです。ギアの変速の調整とか、難しいなんかメカニックがやりそうな知識とかも全然必要ないです。気にするのは空気ちゃんと入ってるかなぐらいで大丈夫です。はい、ブレーキが調子悪くなったら、まあ自転車屋さん行けばいいと思いますけど、そうそうないです、調子悪くなることなんて。ブレーキのパッドが減ってきたら交換すればいい話なんで、本当にこうメンテナンスが簡単で楽です。他にもですね、こういった経験してる人も多いと思います。まあ、僕自身もまさにそうなんですけども、クロスバイクかロードバイクどっちか買おうかなすごい迷ってて、まあ予算的にもそんなにないし、まあどっぷりハマるかも分かんないから、とりあえずクロス買ってすごいハマるようだったらロードバイク買おうかなみたいな、まあそういう人って結構いると思います。でもそういう人、大抵の人は自転車にハマっちゃってロードバイク買っちゃったみたいな人がほとんどだと思います。はい、で結局クロスバイクあんま乗らなくてロードバイクメインで、まあ、クロスはなんかとりあえず街乗りで使うけどみたいな、そんなような、ご近所に使おうかなみたいな、そんなような用途にこうねジョブチェンジするみたいな感じになっちゃうと思うんですけども、それそれでもちろん全然いいで、いい使い方で全然 OK なんですけども、クロスバイクとロードバイクの違いって、まあ変速の仕方が違うとか、ポジションが違うとか、まあ、ドロップなのかフラットバーなのかとか、そんな感じ。まあ基本的には乗れるは乗れるし、変速もカチカチ重くなる軽くなるっていうのは全然同じなんですけども、ピストとロードバイクっていうのはですね、形は似てるんだけども全然乗り味が違うんですよ。同じようなんだけど全く別物の乗り物になります。クロスとロードのその違い以上にピストとロードは全然違うと思います。ギアがないっていうですね、変速機がないっていうですね、まあそのシンプルで美しい見た目デザイン、もしもね、まあ、固定ギアフリーギアっていうのがあるんですけども、固定ギアにするとですね、もうロードとかクロスとか全く違う、ピストでしか味わうことができない独特の体験、独特の走りをすることができますし、ロードバイク仮にじゃあ持っててクロスバイクも持ってるってなると、まあもちろんその2つ使い分けるのもいいんですけども、多分ロードバイク仮に持ってます、ピストも持ってます、2台持ってたとしたら、その2つの2台は全く違う乗り物なので、ご近所用でもすごい楽しく乗れるし、ピストめちゃくちゃ乗った後にロード乗ると、あやっぱロードすげーってなるし、ロード乗った後にピスト乗ると、あやっぱピストもいいよねみたいな感じで、メリハリがめちゃくちゃあるんですよね。両方の世界観を体験することができるので、よりこう自転車を深くこうね知ることができると思うし、楽しくなると思います。まあ、いわゆる価格的にもですね、ピストとクロスバイクってそんな変わらないんですよ。ロードバイクはね、だいたいエントリー機でいわゆる10万ぐらいだと思うんですけども、ピスト、クロスバイクはだいたい5万とか、有名どころのメーカーだとそれぐらいだと思うんですけども、ピストも5万あれば全然、いいバイク買えます。もちろんお金かければかけるほど高くはなりますけども、5万あれば十分いいの買えるので、その予算的には、いやロードがいいのは分かるけど、ちょっとさすがにもそんなに今金ないんだよねっていう方でもピストは買えます。はい、まあこれらの点でですね、まあロードかクロスかってすごい迷ってる人でも、その中に選択肢の一つにロードかピストかクロスか、僕だったらロードかピストで迷います。初めてだったら、今の僕だったらね、クロスっていう選択肢じゃないと思います。なぜかというと、結局クロスとロードの違いはざっくり言うとドロハンかフラットバーかだけです。はい、ピストかロードかっていうと、もう変速機がない、固定ギアにしたらもうずっとペダルが回り続ける、同じ自転車なのに全然乗り味が違う、スタイルも違う、その文化とかも違うから面白いんですよね。それが例えるなら何かな、例えが思い浮かばねえな。まああそこにフライパンがあると思うけど、スキレットと、まあ横にあるのは銅のスキレットですけども、やっぱり同じフライパンだけどやっぱり違いますよね、料理すると。スキレットにはスキレットの良さがあるし、まあ例えばテフロンのね、こびりつかないフライパンあるじゃないですか、あれはあれですごくいい、あれは全然いい。だから例えるならすごく便利な、いやちょっと難しいなこれ例えの、なんだろう、ちょっといい例えあったらぜひコメントで教えてください、よろしくお願いします。ピストほど楽しくて遊べる自転車はなかなかないと思います。本当にロードバイクとかクロスバイク以上に
プラモデル感が強いバイクっていうのはねピストだと思うんですよね。まあ僕のピストは実はですね親戚にあげちゃってて、今後ろにあるこのなりふりのバイクをねピスト化しようかななんて思ってるんですけど、まあシングルスピードでね運用しようかなと思ってますけども、まあ、ちょっとねピストの話ばっかになっちゃいましたけども、ロードバイク、クロス、ピスト、この3択で長い時間1時間2時間以上走るんであれば間違いなくロードバイクの方がいいし、まあ30分走っても1時間であれば、まあクロスバイクももちろんいいです。上り坂とかギア軽くすれば登れるし、ロードバイクほどガチな感じじゃない雰囲気もいいです。だけどピストはピストで自転車との一体感っていうのをどんな自転車でも味わうことができると思うし、カスタムも楽しい、デザインもかっこいいものがたくさんある、値段も安い、ぜひともその選択肢の中に一つちょっと僕は入れてもらいたいなと思ってますと。ロードかクロスかピストかっていう動画はなかなかないと思うので、ちょっとピストバイクをね今回よいしょさせていただきましたけども、ちょっと参考程度に聞いてもらって、初めてのスポーツバイク選びにね役立てていただければなと思いましたということで、おしゃべり動画でした。もしもね、あ、すげえ参考になりましたって方、ぜひグッドボタンとよろしくお願いします。また次回の動画をお楽しみに。